皆さんこんにちは、ボンドチャンネルツッチーパフォーマンスです。今日はおすすめの洗車用品を紹介します。で、洗車用品を紹介するのにぴったりな、見てください、この雲一つない青空。嘘ですね、まあまあありますね。はい、まあもっと言えば若干日が沈んじゃってるんですけども、まあ、ちょっと気を取り直して今回ご紹介するのがこちらです。ちょっとおなじみになりつつあるグリオズガレージバグ&スマッジリムーバー。これはですね、その名の通りバグ、虫、スマッジ、シミ、ムラ、リムーバーなんで除去剤。そうです、こちらのハイエース見てください、この虫だらけ。やっぱりどうしても高速道路とか走ってるとついてしまう、こびりついてしまうこの虫を取るのに皆さん苦労していませんか。このしつこい虫を取ってくれるのがこのバグ&スマッチリムーバーなんです。ちょっと早速使ってみたいと思います。で、本来はこの大きな汚れだったりをまず水で軽く洗い流してから使っていただくのが本来なんですけれども、ちょっと今回デモでいきなりちょっとかけちゃいます。こんな感じで虫がついてるところ全体にまんべんなくかけます。で、ビフォーアフター分かりやすいようにちょっと半分だけかけてみます。で、かけるときは液剤上から垂れますんで、上からかけていただけるといいと思います。このグリオズガレージはそもそも、まあ、何度も過去ご紹介させていただいてるんですけども、生粋のカーマニアが立ち上げたブランドなんで、まず車に優しい。なんで輸入車みたいな塗装がデリケートな車とか、古いクラシックカーとか、その辺にも安心して使えます。なのでスプレーを吹きかける場合も、この塗装面はもちろん、このメッキの部分だったりとか、あとはこのヘッドライトのこのポリカの部分ですね、この辺にもまんべんなくどこでも使えます。当然ガラスにもお使いいただけます。で、使う場合はこんな感じでたっぷり吹きかけてもらってしばらく待ちます。で、この虫激しくこびりついてる場合は、まあ、柔らかいスポンジなんかでこうかき出してもらうのがいいかと思います。そうじゃない場合は吹きかけた後大体3分ぐらい置いてもらってからさらに上からかけます。っていうのはこのリムーバー潤滑作用もあるんで、乾いた状態で吹き上げるよりも傷がつきにくくなってます。で、ちょっと今3分ぐらい置いたと思いますんで、ちょっと吹き上げます。こんな感じで簡単に虫が取れちゃいます。よいしょ。どうですかこれ、もう僕の次ぐらいにしつこいこの虫たちがいとも簡単に取れちゃうんです。こんな感じで。そしてこのヘッドライト、ヘッドライト結構虫気になりますよね皆さん。この辺もこんな感じで、もう深夜のテレビショッピング並みにこうバッチリ取れちゃいます。いやー、もうこれ買うしかない。このメッキのグリルもこんなに簡単に虫が。そして見てください、この大物、これもですね、もうだいぶふやけてますんで、ちょっと足して軽く拭いてもらうだけで、あー、もう素晴らしいですね。こんな感じで大変な虫取りが簡単に行えます。で、拭き上げた後は一応念のためこの残った成分洗い流していただくのが理想です。いくら車に優しいとは言っても、この成分がずっと残り続けるのはやっぱり他のトラブルの原因にもなっちゃいますんで、しっかり拭き取った後は洗車だったりをもう一回してもらって、しっかり洗い流してください。こんな感じです。めちゃくちゃ綺麗になりました。そしてですね、いやツッチお前それかけてなくてもすげえ簡単に取れる虫なんじゃねえのって言われちゃうかもしれないんで、一応こっちのかけてない方どれだけ落ちないか、こんな感じで、まあ、これいつもの感じですね。自分で洗車する派の人はお分かりいただけると思うんですけど、こんな感じで普通は落ちないです。というわけでこっちも使ってみたいと思います。でも思いっきり宣伝動画なんですけれども、僕はあんまりこうちょっと自分で使って納得できないやつは紹介しないんで、スーチに言われたから買ったのにって言われたら嫌なんで、バッチリなやつしか宣伝しません。なんで本当にこれはおすすめでございます。
あ、この辺お分かりいただけますでしょうか。もう成分が溶け出して、でやっぱり虫ついたまま放置するっていうのが一番良くないんで、まあ、できれば早めにこれをやっていただくのが理想的です。ちょっとミラーなんかもこのメッキパーツの虫って結構くすんじゃうんで気になりますよね。そんなところもこうやってかけておけばもうすぐ柔らかくなってすぐ拭き取れます。いいかな。まあ、一応理想は3分ぐらい放置してもらう感じなんですけれども、割とすぐ拭き取っても、いや嘘でした、もうちょっと置いた方がいいですね、はい、じゃあもう一度拭き上げたいと思います。この辺とかを、いや取れねえなこれ。ああ、取れます取れます取れます、はい、こんな感じでもう簡単に虫取りができちゃいます。いやもう本当に買うしかない。ここをもう一回やります。はい、でこっちも放置したんで、今カメラマンにかけすぎじゃないですかって言われたんですけど、本当にこう潤滑しないと傷になっちゃうんで、虫って結構硬いんですよね。なのでできればたっぷり使っていただいて、こんな感じでしつこかった虫も簡単に。ちなみにこれは飛び石です。これも飛び石です。はい、あ、飛び石じゃなかった、これ飛び石、あ、飛び石です。はい、こんな感じで簡単に綺麗になっちゃいます。で本当にゴムとかプラスチック、塗装面、メッキ関係なく使えるんで、まあ非常に使いやすい虫取りでもあります。こんな感じでズバババッと虫が簡単に取れちゃいます。そう、こういうザラザラしたパーツ、虫がこの目に入り込んじゃうと取れないですけど、このバグ&スマッジリムーバーを使えばこんなに簡単にピカピカにすることができます。はい、というわけでこんなにピカピカに簡単にできました。いやーもう素晴らしいですね。そしてですね、これだけピカピカになったらもう一つご紹介したいものがこちらでございます。バグバリケード、同じくグリオズガレージの商品でございます。こちらはですね、吹きかけて吹き上げるだけで水溶性の保護膜を作って虫をつきにくくしてくれるっていう商品になります。でこちらバグ&スマッジクリーナーと一緒でいろんなところに使えます。プラスチック、ゴム、ガラス、塗装面、クロームメッキのパーツ、どこでも使えます。そしてさらに使いやすいのがワックスやコーティング、プロテクションフィルムの上からも使えます。こんな感じで適量吹きかけてもらって全体に伸ばしていただくだけで OK です。ちょっと動画では伝わらないんですけれども、少しスベスベな感じになります。でこちらの効果のほどはこんな感じになってます。はい、あれから1週間高速とかを走り回って虫が結構ついてます。でさらにそこから1週間置いてもう結構カチカチに、まあ、結構この辺はあもう取れちゃいますね。この辺はもうかなりカチカチに固まっております。これがちょっと実際水でどこまで落ちるのか今回やってみたいと思います。もうこれ落ちても落ちなくても全部正直にお伝えします。この辺はもうちょっとあれですね、コーティングしてない状態よりかはかなり落ちる感じはしますけど、やっぱり固まっちゃうとちょっと落ちは悪い気がします。こんな感じです。まあ、あとは車自体磨いてある車とかコーティングしてある車、プロテクションが貼ってある車なんかだと少し違ってくるかもしれないです。はい、というわけで結論からするとついた虫は早めに取っていただくのがいいんじゃないかなと思います。まあ、バグ&スマッチリムーバーと一緒に合わせて使っていただくんであればかなり効果は高いんじゃないでしょうか。はい、というわけでこの2つさえあれば虫がたくさんつくような高速道路の移動も安心でございます。でこちら両方ともモンドオンラインショッピングの方でご購入いただけます。動画の説明欄の方にもリンクがありますので、ぜひそちらからアクセスしてみてください。ボンドチャンネル、チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。